ケインベラスケスは、アメリカ合衆国の男性総合格闘家、プロレスラー。メキシコ系アメリカ人。カリフォルニア州、サリナス出身。アメリカンキックボクシングアカデミー所属。元 UFC 世界ヘビー級王者。ケインベラスケスとも表記される。バックボーンのレスリングで培った、レスリングテクニックと無人蔵のスタミナに加え、 パンチ力は 1012kg という強力な打撃を武器に高い孤立を誇り、全勝のまま UFC 世界ヘビー級王者に輝いた。メキシコからの不法移民であった父親とアメリカ人の母親の間にカリフォルニア州サリナスで生まれアリゾナ州の湯まで育つ。コファー高校時代はレスリングとアメリカンフットボールでチームのキャプテンを任され活躍。 レスリングでは110勝10敗の成績を残した。高校卒業後、アヨワセントラルコミュニティカレッジに進学し、2002年にはレスリングで、ジャカ王者になる。その後、アリゾナ州立大学に転入し、NCWAD ビジョンーで、オールアメリカンに2度選出された。アリゾナ州立大学時代は、CB ダラーウェイ、ライアンベーダーとチームメイトだった。 大学を卒業するとすぐにアメリカンキックボクシングアカデミーで総合格闘技のトレーニングを始め2006年10月7日にストリックフォースでプロデビューを果たした2007年12月15日世界能技柔術選手権に出場し青尾ペサディシモ級と無差別級で優勝2008年4月19日 UFC83 で UFC デビュー ブラッド・モリスに TKO 勝ちを収めた。7月19日、UFC ファイトナイト、シルバ VS、アービンで、ジェイク・オブライエンに TKO 勝ちし、UFC に連勝となった。2009年2月7日、UFC ファイトナイト、ローゾン VS、ステファンズで、デニス・ストイニッチに TKO 勝ちを収め、ノックアウト・オブ・ザ・ナイトを受賞した。 6月13日の UFC99 で、シークコンゴに3から0の判定勝ち。10月24日、UFC104 で、ベン・ロズウェルと対戦し、TKO 勝ちで UFC5 連勝となった。2010年2月20日、オーストラリア・シドニーで開催された、UFC110 のメインイベントで、アントニオ・ホドリゴ・ノゲーラと対戦。1R2 分20秒。 右ストレートからのパウンドで失神小勝ち。ノックアウトオブザナイトを受賞した。UFC 世界王座獲得2010年10月23日、UFC121 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで王者ブロックレスナーに挑戦。レスナーをストレートや膝蹴りで攻め立て、1R でパウンドによる TKO 勝ちを収め王座獲得に成功。 ノックアウトオブザナイトを受賞した。レスナーとの試合中に損傷した、右肩回線筋鍵盤の手術を受ける。世界王座陥落2011年11月12日、1年ぶりの復帰戦となった UFC オンフォックス1の UFC、世界ヘビー級タイトルマッチで挑戦者のジュニオールドスサントスに、右フックで、 黒初黒星となる 1RKO 負けを喫し、王座陥落した。2012年5月26日、UFC146 で、アントニオシウバと対戦。開始早々テイクダウンを奪うと、グラウンドの肘打ちで大流血に追い込み、パウンドで一四個勝ちを収めた。世界王座再獲得2012年12月29日、UFC155 の UFC 世界ヘビー級。 タイトルマッチで王者ジュニオールドスサントスと再戦。1R に右ストレートでダウンを奪うと、以降はスタンドグラウンドともに終始圧倒し、3から0の 5R 判定勝ちを収め王座再獲得に成功した。2013年5月25日、UFC160 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで、 ヘビー級ランキング4位の挑戦者、アントニオ・シーバと再戦し、ワン・ツーでダウンを奪い、パウンドで一四個勝ちを収め王座の防衛に初、成功した。2013年10月4日、レアンドロ・ベレーラよりブラジリアン柔術黒帯を授与された。2013年10月19日、UFC166 の UFC 世界ヘビー級タイトルマッチで、 ヘビー級ランキング1位の挑戦者、ジュニオールドスサントスと3度目の対戦。終始ドスサントスを圧倒し、5R に、パウンドで TKO 勝ちを収め2度目の王座防衛に、成功した。2014年10月23日、右膝半月板の手術を受ける。世界王座陥落2015年6月13日、1年8ヶ月ぶりの復帰戦となった。 UFC188 の世界ヘビー級王座統一戦で暫定王者ファブリシオ・ベウドゥムと対戦。ブランクとコーチの影響に苦しみサンアールにテイクダウンをすると同時にギロチンチョークを極められ一本負けを喫し王座陥落した。2016年2月6日の UFC196 にてファブリシオ・ベウドゥムとの再戦が決定するも腰の負傷で欠場。 2016年7月9日、UFC200 でヘビー級ランキング7位のトラビス・ブラウンと対戦。バックスピンキックでぐらつかせた後、右フックでダウンを奪い、最後はパウンドで一シコ勝ち。パフォーマンス・オブ・ザ・ナイトを受賞した。2019年2月17日、2年7ヶ月ぶりの復帰戦となった UFC オン・ ESPN ・ナヌ・ブ・エス・ベラスケスで、 ヘビー級ランキング3位のフランシスガヌーと対戦し、タックルを仕掛けようとした際に、カウンターの右アッパーでダウンを奪われ、パウンドで、開始26秒の小負け。2019年8月3日、メキシコのプロレス団体トリプル A の、年間最大イベント、トリプルマニア17で、プロレスデビュー。コーディローです。サイコクラウンと組テハノジュニア、タウルス。 キラークロースと6人タッグで対戦。試合ではマスクを着用し、ウラカン・ラナなどのプロレス技も軽快にこなし、最後は、テハノ・ジュニアから、ギブアップを奪いデビュー戦を勝利で飾った。2019年10月4日、WWE スマックダウンのフォックス初回、放送にてレイミステリオに連れられる形でデビュー。試合後のブロックレスマーと対峙し、テイクダウンからのパウンドを浴びせた。 185cm とヘビー級においては、小柄ながらも、どのファイターにも勝る強靭なフィジカルを持ち、常にプレッシャーをかけ続け、強烈かつスピーディーで多彩なパンチのコンビネーションで、相手を圧倒する。打撃以外に加え、卓越したレスリング技術を活かした、テイクダウンからのグラウンドパウンドと、相手をケージに押し込んでコントロールする、クリンチワークも武器にしている。また、 無人蔵のスタミナを誇り、ヘビー級の選手にもかかわらず 5R マッチにおいても、終盤まで常に動き続ける。ありがとうございます。